ではございません。さあ本番だね。本番で第4夜はですが、うん、活発に動くと、ただ一言、みんな活発に動くということで理解はよろしいね。ウォッチオッケー。もちこちきん、鼻何回押す？もう鳴らすのやめよう。この輪から鳴らすのやめよう。よし、わかった。見た？え、あいつ何なの？ちょっとさ、今回あ、もう電話うるさい。ちょっと待って、早い、ちょっと待って、俺今回は俺まだ鳴らしてないぜ。すごいね。何を嗅ぎつけたの？鳴らしてたらもう出てたんじゃない？鳴らしてみる？やめなさい。そんなことなかったよ。かった。立ち入りうるさい。うん、あのね、俺もね、耳いってえって思う。聞いてる人もうるせえと思うんだろうね。ふぅーなんかずっと言われてもね。あの、なんだろう、ちっちゃい子のさ、靴がさ、プップップップってなるタイプなの、音。あれ、子供からしたら楽しいだろうけどね。もう周りからしたらうっさと思うんだよね。うお、すごいうるさい。あー、動いたね。いいよ、そんな近くには来ないだろうから。まあね、ね、来ないだろうからって言っといて左右確認しちゃうからさ。だってもう怖いもんね、普通に。もうね、第4夜からはね、ワイルドクね、彼らはね、やりに来ます。ので手前の部屋にね、敵いないから大丈夫だよなんつってもね、いるから。うん、あいつらいるんだと。唐突にね、すっごい。どうする？よし、まあとりあえずはね、マウスから手を離してね、うん、なんともあっちが襲ってこない限り、こっちは、ね、安心できないからな、逆に。そう、近くにいるっていうことが分かれば判断はできるんだ。そうなんだよ。いないと判断も何もないから。恐ろしいよ。そうなの。フォクシーがね、てか一番めんどくさいのはフレディ。うん、フレディはちょっとめんどくさいね。でもね、あんまりね、あの、動いてはいるのか、みんな結構離れてるんだね。じゃあ、じゃあ少しぐらいほっといても大丈夫だよね。音判断、フォクシーをカメラ止めしとかないと。ちゃんと、まあ、あとは左右はそんな出ないと思うからいいと思うんだがね。思うんだがね。音がいたね。よく見つけたね、今。あのね、ピチャピチャって音が多分ね、こいつの足音だと思うんだよね。いや、フレディじゃない。はい、ステンバイ OK、 了解。帰れ。音判断と、もうフォクシーじゃない？近いね。ちょっと待って、地下ハウス。お前長えよ。ぐちゃぐちゃ、もう帰ったよ、今右。多分ちょっときついな。ちょっと、おい、マジかよ。お前もうスタンバイ早えんだよ。勢いが違うね、彼は。やっぱね、さすが盗塁王の二つ名を持つだけはあるね。早い、はあ、やっぱこれがミキか。やっぱ俺だね。すげえよ。逆に普通ね、他の実況してる方のやつ見てもらうと分かる。ここまで来ねえ。ここまでこいつがね、君を愛しに行くとは。そうね、変わった性格じゃないかい。俺がいい男ってのが分かってるんだよ。恐ろしいね。いやー、面食いだね。面食いだね。いやー、彼だってね、あの男だけどね、やっぱ男を愛すかもしれない。そういう人物かもしれない。なるほど。俺はもしかして狙われてるのか。おほもん。何、彼は俺のお友達になりたいの？もう、うるさいよ。フレディさん、ちょっとでもまだ距離はある。カメラ止め大事だよ、あいつのこと。マジか。はい。もう一回バンって当てられたらもう開けてるといいよ。めちゃくちゃ。嘘だろ。俺なんで分かったんだろう。よし。何判断力だよ。いやもうね、いるよね。あいつがいる以上、フレディが入れないのも確かだから。右はある程度無視できるんだけど、バッテリーがちょっとね、まずい。フェディがね、近場に来たら絶対止めないといけないんだよ、カメラで。4B はいないね。
で、ボンニーが多分そろそろ来てもおかしくない頃合いなんだよ、また。俺の予想が正しければ。ダメダメ言ってるね。ボニーあんま来ねえな、確かに。怖いね。逆にね、あいつが来ないのが怖い。今までフレディじゃねえや。フォクシーがいっぱい来てたからか。今回は2回連続だもん。そうだね、珍しい。あ。だよね。いやー。最初に比べたらもう全然。まあね、前に比べりゃね、さすがにね、マウス操作も慣れてきたからね、慣れてはきてるんだけどね、ドキドキ感にはなれないな。トゥーおっすんねー、つまやったらいいっしょ。いやー、危なかった。オッケー。さあ、残り2時間。いやー、きついな。15パーずつで分けていこう。次フォクシー来られたら終わるぜ、俺だって。さすがにこのゲームね、もう慣れたとはね、調子の強いとはいえね、彼らの愛をね、受け止められるほどね、俺まだ強くないからさ。わかる。ある。俺も無理あんなの。来るね。もう分かったからお前は。ちょっと電力をちゃんと気をつけた方がいいから、もうカメラとかも確認しない方がいいかもな。見るとしてもちゃちゃんちゃちゃん。フォクシーだけ見よう。そうだね、それがいいかもしれない。まあ、ショート判断。今来たか。やっぱり、ね、もうフォクシー気にしなくていいじゃん。オッケー。まだいたね。まだいたね。オッケー。いるならいい。うん。はあ、これでまあ少しはちょっと安心できる。できないね。マジか。戦闘が厳しいな。もうちょいで今ね、5時になるんだ。うん、あー、14。13杯か前です。来てるんだよ。あー、14、13杯だった。よし、5時。1時間で13杯。いけないレベルではない。近づきっちゃ、近づきっちゃ、OK。声が聞こえないから、右虫いいかもしれない。しまった。本当ね、早い。本当キッチンしてよ。よし。ちょっとストップだな。待って、これ来られたら一瞬で降るぞ。今ミキ約あと1分。帰ったと思う。左。いや、みんな俺のことを忘れないでくれ。30分耐えられればいい。30秒耐えられればいい。よし、右虫。ああ、見なくていい。ダメだね、ダメだと思う。よしよし、今のところで30秒来た。待って、右来てない。右は来てない。よし、いや、終わりだろこれ、多分。開くぜ、左これ。この段階で絶対フレディしか来ないから。フレディは離れてるから。いける。で、これでしょ？持てばいいんでしょ？よし、だっす。よし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 。ちょっとやっぱね、毎回毎回ね、フォクシーに踊らされますな、このゲームは。超しんどいて、これ。